国民の政治への信頼を大きく失わせた自民党派閥の裏金事件。岸田総理は収支報告書の不記載が5年間で500万円以上の議員と安倍派幹部を含む39人を処分しましたが、お金の使い道や経緯は明らかになりませんでした。そこで番組では、次の選挙でどの政党に投票するのか、県内5カ所で100人を対象にインタビューを実施しました。私は維新を支持します。維新、はい、なぜですか？何か新しいことをするんだったら、維新の方が柔軟に対応するのかなと思って。私はいつも公明党で自民党にな請求するやろ、だから大体 OK や。はい、令和です。裏金とか統一教会とかもう悪すぎて早く変わってほしい。自民党以外の裏金云々とか、その不透明なところがないところ。透明やね。自民に投票します。維新に投票します。悪いことあったから今回ね、良くなるように。私前自民、なんか変わらないといけない。自民支持です。でも他がちょっと当てにならないと、ちょっと、維新かな。息子3人なんで給食代タダにしてほしい。もう最近はずっと維新ですね。なんていうんですか、中間層に優しい政治をしてほしいですかね。低所得者に向けてはアピールはするんですけどね。新しく変わっていけばいいかなと思います。今の状態では応援できないというか、任せれない。山本太郎の令和。新しいとこじゃないと変わらないのかなっていうことで、まあしゃあないから自民党にします。はい、自民党もあんまり良くないと思うけども、まだ安定してる方がいいんちゃうかなって。今何も期待できないですよね。でせっかくなんか辞めたって言ってるのに、また復活してる。なんてことをしてんねやってかってことですよね。令和に入れます。若者が活躍できる日本をちょっと。で、税金なんかも私たち一生懸命、本当にもう真面目に働いてる方が損してるやん。民主党は期待をみんなしましたけども、結局ダメだったですよね。公明党で。赤羽さんをなんかちっちゃい時からよく聞いてるんで。自民党で。あ、自民ですか。はい。他にどこがあるんかって言われたらないんで、賛成と応援してます。いや、まあ裏金もそうですけど、国民を向いて政治をやってる気がしませんので、収入も上がってるし、経済的にはだいぶ良くなってます。うちの業界は、はい、あ、何の、まあ、建設関係ですね。はい、自民ぐらいしかないかな。自民、民主党政権の時ね、あの時の今一感は払拭されてないし。あ、賛成と俺好きですね。なんだろう、市民に寄り添ってくれてる気がします。ちゃんと声を聞いてくれてるのかなっていう気がします。立憲支持してますね。なんかもっとクリーンになってほしいですよね。経済と防衛です。憲法の90は改正せないかんと思います。おい、そやけど今自由民主党にやらしとったってしょうがないや。経済は上向きつつあると思うので。株で、はい、儲かりました。はい、そうですね。ここしか入れるところがないので、ここにしてます。昔から対立候補はこことここしかないのかなという感じです。教育費はタダになってほしいです。ここへ。結果は自民公明の与党が合わせて31人、野党では維新が34人、令和が10人。立憲が5人を集め、その他はご覧の結果となりました。この結果を神戸学院大学の中野正史教授に見てもらいました。次の選挙で自民は議席を減らすのか、野党は躍進するのか、話を伺いました。なんかこの前の東京とか長崎とか島根であった補選とはもう全然違う結果が出てるような感じはしますね。相当関西寄りじゃないですかね。やっぱり全然違う傾向で、まあ、これだけ政治不信を招いても、まあ、それから、いろんな意味で経済状況もいいのか悪いのかよく分かんない中でもやっぱり自民党しかないなっていうのは結構依然として、多いのかなって印象はありますね。自民党しかないってなんか国民的病みたいな感じなんですよ。もう昔から自民党の他のところやってみても、まあ、政権なんて分かんなくて民主党がガタガタやっただけで、あれは普通のサラリーマンの感覚で全然喧嘩せずにちゃんとやれば役所が基本的に何でもやってくれるわけだからできるはずなんですよ。でそれをまあたった1回の失敗でなんか民主党が悪夢やっていまだに十数年経っても引きずってて、わりかしだから僕から言わせれば自民党しかないっていうのは、まあみんなもう全員日本人がこう罹患してる国民的病みたいなもんで、一旦とにかくなんか違うところにやらしてみないのは分かんないとは思うんですけど、ね、そういう感覚がやっぱなかなか抜けきられないのがまあ日本らしいというか政治風土らしいって気がしますけどね。僕の感覚で言いますと、今回既存の政党には誰も期待していないのかなっていう、まあだから立憲共産自民も含めてですけど、自民だって保守系はやっぱ参政党なり維新なりが出てきて、必ずしも昔通り自民じゃないっていう保守層もいるし、でそれから左派的に言うと例えば立憲とかそれから共産よりは令和の方がより寄り添ってるというか、これはどっちかといったらまあ、共産とか立憲というのはその労働組合とかそれから政治組織を含めてですけど、やっぱり組織化されてる人のためのものっていうのであって、自分の格差とか自分の生活苦を必ずしもカバーしてくれてないっていうイメージ印象がやっぱり非常に強くて、実感してる人も多くて、おそらくだから既存政党はやっぱなかなかこう実際生活の苦しい人の気持ちまでは汲み取ってないという部分もあるわけであって、そこはやっぱり立憲も共産も本来で左派政党であれば学ぶべきところで、自分たちがカバーリングされてないっていうのをきちんと学ばないと、それは既存政党離れだけでやっぱなかなか読み切れないところはあると思いますけどね。野党のねマニフェストみたいなのが見えないっていうのもよく聞くんですね。野党が見えないというよりは、もともとやっぱ自民党って濡れ的な政党なんで、右から左までどんな政策でもありなんで、一番分かりやすいのは安倍政権の時ですけど、安倍政権の時に1億総活躍とか働き方改革やってるわけですよ。だから保守バリバリの政党が労働組合寄りのことをやってるわけで、自民党ってだから捉えどころがないわけですよ。だから野党はやってないということで、野党も提案してても全部取っちゃうから分かんない、野党の提案の中身が。それをまあ例えばテレビも別に詳細に論じるわけでもなしに、ここ最近特にテレビはなんかこう保守側からこうぐちゃぐちゃ言われたからビビってて、何回言ったら政治的中立とかって野党も叩くから、結局野党の良さも分かんないまま流れるんでテレビには。そうするとますます野党は何やってるか分からんというふうになるんで、野党が悪いというよりはメディアも含めてですけど、国民もきちんと見てみないとマニフェスト格差是正に切ってることはやっぱり左派の場合間違いないんで、そこをよく見てみないと分かんないところだと思いますけど。そうですね、同じことを言ってるならもう自民でいいやんっていう意見がやっぱり少なからずあるんですよね。日本人のこう政策家性格としてやっぱ安定してるところがいいって、まあ、とにかくその経済状況みたいなものはどの政党がやっても変わらないから、おそらくはその民主党の時のやっぱ悪夢の経験があって、何もやらなくてもういいからとにかく安定してると。安定してるのを真っ先にこう置くから、じゃあ安定感やったら自民党がやっぱなんとなく安定してるし、波風立たないし、民主党政権の時みたいにこう仲間内で喧嘩してああでもないこうでもないってごちゃごちゃ、少なくとも自民党はないから大人の政党なんで、たったそれだけのことなんで、たったそれだけのことは誰でもできるわけです。サラリーマンであればサラリーマンができることできへんのが野党やから、実際の役所、まあ、動かすのは役所なんでね、政策やるのは役所やから、意思決定さえスムーズにできればそれでいいだけの話で、そんな大層に安定感とかなんかこうすごい技術であるかのように言うのがおかしな話であって、普通のサラリーマンならできることないんだこんなもんと僕は思いますけど。民主党政権から自民党に戻った時に、うん、民主党が一つ反省してないことも盛り返せない要因の一つなのかなと。民主党は結局だから新しい顔が出てこないんで、新しい顔がだから要するに蓮舫とか見た人ばっかりで、昔の名前出ていますみたいな人ばっかり出てきて、泉さんが出てきたけどやっぱなんか彼はもう理路整然というけどなんか色がないよね。なんか全然こうガーッと引きつけるような。なんかこの人やからちょっと一回任せてみようかって、泉総理ってのは想像できます？想像できへんと思うわ。想像でき、まだ河野さんの方が想像できるわけであって、そうするとやっぱり顔としてじゃあ立憲のその泉総理っていうのを目指してみんなで入れようかって雰囲気になるかって言ったら、とてもじゃないけど任しきれないと思うし、それからやっぱ安保がやっぱぐちゃぐちゃやから左派は、安全保障がやっぱぐちゃぐちゃやから、中国はほんまにこういう関係で海洋進出してて、北朝鮮がバンバンミサイル撃ち込んでくる状況の中で、憲法9条を抱いて死にますかって言われて、みんなで集団自決しますか言われて、誰がそんなことすんねんっていう話にやっぱなるわけですよ。そんなことありえないわけで、そうするとやっぱり左派も安保政策を転換しないとどうしようもなくなってて、現実がそこまで追いかけてきてるのに、相変わらず理想で憲法9条憲法9条って言うから、国民生活をますます乖離していって、平等が大切やったのは分からんでもないけど、でも安保政策を転換しないとやっぱり今の左翼政党ではやっぱ任せようっていう気にはそれほど切羽詰まってるんでね、安保環境がやっぱそこは考えざるを得ないというか、考えてほしいところですよね。だからその左派政党の常に辛いところですけど、自分たちの支持層プラス現実的な政策転換っていうのをやらないと国民政党にならないです。いつまでたってもそれやったら既存の一部の人の利益を代表するだけで国民政党にはなりえないので、国民政党になりえないっていう政党はそれは政権政党にはなりえないわけで、日本人は大方の人間は憲法9条がいいと思ってる人でさえ、この安全保障環境は非常に危ういということはみんな思ってるわけで、何らかの現実的措置を取らないとどうしようもないというのは多分国民の総意に近いんで、そうであれば憲法9条維持しますけど、例えば通常戦力こうやりますとか、ああやりますとか、ちょっとここから一歩進めますとか、そういうことやっていかないと、集団安全保障は認めますとか、やっぱり変形みたいなもので進化させていかないと、いつまでたっても既存の支持層だけではこれは政権取りようがない。安全保障関係は常にその政策でやっぱり疑いの目を向けられるから、やっぱり大乗団のこう大きな議論になってくればくるほど、野党は特に立憲の場合は共産党を組むか含めてやっぱり非常に危ういところがあるんで、やっぱり完全に勝ちきれないような感じにはなると思いますけどね。今回で言いますと、やっぱり裏金問題皆さん気にされてまして、でそこから政治不信につながってるのかなと思うんですけども、この政治不信を招いた自民党の責任って大きいと思うんですけど、いかがですか？昔からじゃないですか。今更政治不信は減ったくらいもあらへんねん。だって自民党の金の問題って別に昔からの話で、別に今に始まった話でも何でもなくて、今回のあえて違いを言うと、昔は例えば田中角栄がいれば三木さんが出てきてクリーンな人ってイメージが一部にやっぱ残ってて、ただ今回派閥全員やから、全員で悪いことしてるやんけって、しかもなんかせこせこ裏金作ってるやんけって、で国民はみんなこう賃上げも十分でない中で、円安で物価も上がってて苦しいのに、なんでお前らだけお金で、しかも確定申告の時期に重なったこともあって、税金払うのがその政治資金って、何でも政治資金かって、何でも政治資金って言ったら金も払わんでええのかっていうのがやっぱあって、そこからバーって不信感が広がってきただけであって、自民党と金なんて昔から言われてる問題で、みんな何ともそこら辺思ってないと思う。それでも入れてきたんやから、それでもそのマイナスをネガティブな部分をとってもやっぱ安定感が残ってて、やっぱり経済政策とか安保考えたら自民党が一番安定してるよねってみんな投票してきただけの話であって、今に始まったことではないと思う。だから今大騒ぎするのはちょっとそれはそれで国民おかしいと思う。昔から分かってて入れてたわけやから。僕が子供の頃から政治と金の問題ずっと言われてきて、何一つ変わらないんですよ。そうですよ。だって八百屋で魚買うなもんなんやから、その政治家にモラル求めるのはって名文句吐いた人もいたわけであって、基本的にはその自民党にモラルなんてのはもともと求めてなくて、ただやっぱり政治って結果責任やから、結果もたらせば別にお金が裏で動いてるから、やっぱ政治やからそれは全くゼロっていう人はいないと思うんですよ。政治資金が全然いらないって、それもまた絵空事すぎて、やっぱそういうお金が必要な時期もやっぱあるわけであって、それはだからそれはあったとしても結果があればね、みんなこう何も起こらないと思うんですよ。結果がないのにお金だけなんか裏で動いてるっていうのは、やっぱこれがやっぱ一番金銭に触れた部分やと思いますけどね。経団連がもうベア全て通しましたよね、で株価が、過去最高更新して、これ以上じゃあ国民に何があったら納得させれたんですか？全体が上がってたらでしょ。だからインタビューでも分かるけど、自民党支持しますって言ってる人は株で儲けたとか、そこそこ給料上がってるって多分インタビューで答えてたはずで、だから恩恵を受けてる人はいるんですよ。事実上やっぱりあんだけ株価上がってるってことは投資でお金儲けてる人はいるし、それから大企業はやっぱり価格転嫁に成功して、価格転嫁に成功した分全部賃上げしてて、今学生なんかむちゃくちゃ初任給いいから、やっぱ恩恵を受けてる人は一部確実にいるんです。でその人は多分自民党はやっぱこんな状況でもやっぱ支持してるんで、インタビューもちゃんとそれは出てる。で自民党見てたら自民党しかないっていう、相変わらずで選んでる人もいれば、安定感で選んでる人もいれば、やっぱり自民党で恩恵受けましたって選んでる人もいるわけで、だから恩恵を受けてる人が、だからあのインタビュー見ると分かるんだけども、一部なんですよ。だからその恩恵がもっと大きければ、みんなに広く行き渡ってれば、少々のお金でもやっぱりみんな、いやいやいやって、やっぱり自民党政権のおかげで経済政策うまくいって、我々の懐も現実に潤ってるわけやから、全然気にしませんっていうふうになるわけですよ。そりゃそうですよ、やっぱり。だって経済成長率が3とか4とかあればね、少々例えば役所でも天下りがあっても何があっても、いやいいじゃんと、能力あるやつの能力開発再活用してんねんからええことやんかってこうなるわけで、みんな懐が潤えば、それどこでも同じやから、やっぱりそれは同じなんですよ。だからその意味ではやっぱり一部しか潤ってないって今回のインタビュー見てても分かるんですよ。だからうまくいく具合にみんなに行き渡ってるわけじゃないわけですよ。じゃあもう政治にクリーンなんて求めたらダメなんですか？政治なんかクリーンなわけないじゃない。だってそんなのだってお金がかかるわけで、お金がかかるのはそうやろうし、裏金がかかるのも多分本当やろうし、クリーンなものではなくて、政治はでも結果責任の話だから、倫理なんてものは確かにあるけども、倫理が良くても結果が伴わなければ何の意味もないわけじゃないですか。だから結果責任という言葉があるぐらいやから、経済成長きちんとしてて、国も守れてて、国民生活も豊かであれば、別にその政治が少々ね、例えばこうお金で乱れてようが、少々乱れてようがですよ、大幅に乱れてるんじゃなくて少々乱れてようが、それはいいと思うんですよ。だってそういうものやから、全てが綺麗なわけがない。僕なんかはこう理想論って言われてしまうかもわからないですけども、その北欧みたいに1円単位で領収書を開示してっていうところに行ってほしいなと思うんですけど、行けるんだったら行けばいいと思います。綺麗にそれがお金が全部出て情報開示してっていうのであれば、それは理想の姿ではあるんだけども、おそらく今の日本の現状では、裏でお金がかかる有権者に、例えばいろんなこう飲食とかの提供とか含めて、もしも求める人がいればも含めてですけど、いろんな意味でお金がいるから秘書含めてああやってるわけであって、僕はもう言うんやったら全部クリアにして。もっと言うんやったら、もう政党交付金一本にすればいいじゃないですか。でそのお金の範囲内でやれと、どの人間も一切政治資金認めない。そうすると秘書はもう何人って決まってくるし、そのオフィスのお金がいるから政治資金がいんねんとか、多分秘書やと思うんですよ。友達とかいろいろ見てても、やっぱ秘書いっぱい抱えるから、仕事しようと思ったら秘書に調べてもらわなあかんし、動いてもらわなあかんから、その人件費が重なって、そのお金が政党交付金とか、あるいは自分の給料だけでは賄いきられへんから、パーティーやって、みんな政治家ってやっぱ金がないと、だから儲けてるわけじゃない彼らだって、うん、おそらくは政治資金で相当消えてるのは間違いない、懐に入ってるのではない。ただやっぱお金って色がつかないから、本当に個人的に使ってんのか政治資金なのか分かんないでしょ。それをぐちゃぐちゃ言うんやったら、もう政党交付金一本にします、一切もう政治資金パーティーとかなしと、全員一律1000万なら1000万の枠の中でやってください。それはだから政治資金というもの存在そのものを認めないという発想になるんですけど、それが多分一番クリアじゃないですか。でそれこまでやるのか、それとも政治資金のものは認めると。ただおっしゃるように1円単位まできちんと領収書を取って、もう一切合切例外一切なしと、企業献金も含めてというのもあり方としてはあるけども、おそらくはその政治家ってやっぱ自分たちでルール作るんで、何らかの形で裏道を作るような可能性やっぱあるんで、これからもやっぱそういうのがある限りは消えていかないと思いますけども。衆院補選すべて自民は、うん、東京と長崎は出てませんけども、うん、島根ですら取れなかった、うん、危機感としては大きいですよね、もちろん。でも危機感が大きいけど、本当に政権を失うと考えてるかどうかですね。そういう危機感はあんのかなっていうか、結局小選挙区制度の下ではどれだけやったところで野党が統一候補を立てないと勝てないんですよね、力学的には。ばらけてる以上は投票率が低いままだと、おそらく今回も補選3つとも低かったから、投票率がそれほど高くならない限りはやっぱり自民党が一本化してるんで、やっぱり共産、立憲、維新、国民民主って4つに少なくとも大きく割れて、そこに令和、参政党、参政党全部あんだけバラバラの状態であれば、票が分散される結果、おそらくどうしようもないと思うんですよ。で今回も東京15区か、あれ見たら分かりますけど、自民は立ててないけど、当選した酒井さんと、その次須藤さんでしょ、須藤さんも保守、リベラルでしょ、あれ結構割れてて、しかもその下が日本維新、それ全部やっぱり見事に票数が割れてるから、あそこ自民一人だったら、多分割れてる状態だったらやっぱ自民勝つと思うんですよ。たまたま今回はそういう風が吹いてるけど、自民党得意の手段で言ったら、これから盆過ぎて、例えばですけど総裁選で顔を変えて、でそうすると盆過ぎれば日本人の悪くせでまた忘れてるから、全部忘れちゃうから、で新しい総理大臣の顔とか言われて全部悪いイメージ忘れると、結局小選挙区制度の下では自民党は勝つと思います。そんな簡単に過半数割れなんてするわけがないと思いますよ。選挙区ってそういう制度やから、だから二大政党制を導きやすいって言って導入してるわけで、その二大政党制にしようと思ってそういう制度を導入したのに、二大政党になれへんねんから、もうどうしようもないね、うん、やっぱりもう次選挙があってもおそらく自民だ、自民ですよ。自公政権、そこにまあ維新がそこそこ取ったら自移行みたいなものが成立するかどうかぐらいでしょ。で今のその VTR の勢い見てたら、やっぱ関西では維新が相当取るのはまあ間違いないような感じやから、やっぱ維新と立憲でやっぱ票はあると思いますけどね。だから関西は維新見てたら、やっぱりその兵庫にも相当維新の力が及んでて、 VTR 見たらよく分かりますけど、なんていうのかな、支持層がむちゃくちゃ分厚いよね、維新って。昔は多分橋本さんとか吉村さんのイメージでバーンって入れてたけど、 VTR 見る感じではやっぱりその新しいことをやってくれる期待感で、それから、教育無償化を中心として現役の子育て世代がわりかしその右派のイメージではもう捉えてなくて、維新って保守とかああいう子育て世代の人にとっては子育て支援してくれる、結構左派的な要素もあるような政党で捉えてる。でそれから既存の保守層は自民党に代わる保守層として維新を捉えてる。つまり維新の支持ってこう VTR 見た感じではすっごい分厚くなってる、この数年で。かつてのような維新とやっぱ違うから、あれ見てるとかつては大阪とせいぜい兵庫の阪神間ぐらいまでは維新が強いやろうけども、兵庫の北とか西とかあるいは京都とか行くと強くないって言ったけど、僕の見立てではですよ、 VTR 見た感じでは今回の多分衆議院選挙では相当取りますよ、関西圏で。今までは小選挙区は大阪だけやったけど、そうじゃなくて小選挙区も例えば兵庫でも奈良とかでも、もしかしたら京都とかでも取る可能性があって、関西圏では相当取るのは間違いない。でおもろいのは、自民の不祥事を挙げてても維新のことは誰も不祥事を挙げてなくて、維新って昔から候補者がいろんな不祥事をやる、玉が悪いのが有名なとこで、でも玉の悪さって全然誰も挙げてへんから、自民党の不祥事消えてるのか、それともメディア受けがやっぱり維新はすごくいいのか知らんけど、そのネガティブなやつは全くないから、やっぱりどう考えても維新が躍進するのは関西圏であれば間違いない。だからやっぱ地域政党というか、関西圏とそれから他の地域では全然やっぱ維新の扱いがますますだから関西圏だけねじ出てるっていうか、ちょっとちゃうんちゃうかみたいな政党の構造になるような気はしますけどね。あとポイントとしては、もう9月の総裁選は大きいですか。9月の総裁選までだから持つかどうかでしょう。だから6月が一番見どころで、6月の会期末、国会の会期末におそらく立憲民主党はこの勢いだと内閣不信任案出す。でそれを否決して解散総選挙にするのか、いやそれやっぱりやる体力がなくて、岸田さんって分かんないんですよ。あの人って本当突然何やるか分かんないところがあるから、羽交い締めされても何ででも解散総選挙に持っていくのか、いやそうじゃなくて6月までに一旦自民党の人事を全部改造して、茂木さんすべて責任を押し付けて、幹事長の首切って何らかの形で自民党の中を整えて9月の総裁選にもう一回臨むか、あるいは9月の総裁選までは持たなくて、やっぱ新しい顔で9月の総裁選次の人になって、でそれ以降で選挙に勝負するか、でそういうシナリオやから、おそらくその6月が一番見どころ、会期末にどういう反応が出るのか一番見どころやと思いますけど。僕一つ、そろそろ女性総理あり得るかなっていう。あらへんと思いますけどね。自民党はやっぱ保守的な政党やから、女性の総理の下で使えるっていう発想が彼らにあるかどうか。でそれを超えるぐらいにやっぱヌエみたいにリアリスティックな政党でもあるんで、どっち取るかですね。例えばね、外務大臣確かに女性になったけど、財務大臣って今だかつて女性いないもん。財務大臣を女性にしたことってないはずで、そうすると財務大臣に女性全くしていないのにいきなり総理大臣を女性に持ってくるかというと、僕はそれはありえなくて、それぐらいそこまでやるぐらいやったら石破さんか河野さんで様子見ようっていうのがおそらくは自民党のやり方ちゃうかなって。落としどころとしては、ちょっと党内人気なくてちょっと嫌やなと思うけど、石破さん持ってくるか河野さん持ってくるか、そっちの方が多分国民人気考えたら自民党のやりそうなことかなと思いますけど、支持率は回復しそうですね。回復は完全する。で衆議相場で一時期内閣支持率がガーンと上がるから、でそれをもってちょっとほとぼり冷めたぐらいを待って解散総選挙っていうのが衆議院の残り任期とか考えても、それが一番自民党が勝てる要素が大きい。過半数割れも絶対しないし、何らかの形で政権も持たせられるし、一番やるのはやっぱそこやと思う。だから岸田さんがそれを飲むかどうか、あの人はそうじゃなくて自分の手で解散総選挙をして自分の手で選挙したがるのかどうか、だからここが多分一番見どころで、自民党内です。いずれにしても自民党内の動きが一番見ものかなと思いますけどね。過半数割れもしないですか。割れないですよ。こんな程度で割れないですよ。日本人の保守性ってこんな半端なもんじゃないから。この程度ですか。この程度で日本人の保守性が分解するわけがない。日本人の保守性ってのはすごいと思う。これだけ変えないっていうのはすごいと思う、日本人って。過半数割れへんのやったら今もう選挙したらいいんちゃう。今選挙しても割れへんと思う。それでも多分自民党に入れる人多いと思う。日本ではそんな日本人で変わらないっていうか、なんか半分諦めてるとこもあって、誰がやっても同じやろみたいな定感が結構あって、なんかちょっと長い目で見るとね、90年代半ばにこうバブルはじけたで、むちゃくちゃ改革やってそれこそ失業率も上がったし、いろんなことが起こったけど、それでも全然物事動かんかったと。でその後アベノミクスやった。それでも全然物事動かんかった。で気がついたら、ドイツに抜かれた。で間もなくインドにも抜かれるんちゃうか。もう何やっても同じちゃうっていう諦めムードがここに。だから僕も初めてこのバブルがはじけて30年経って、あ、国が衰退するってこんな感じなんて初めて分かりました。いろんなことやってもうあかんわって諦めついて、なんとなく通り過ぎるのがこれが衰退やって、ようやく僕も日本ってやっぱ衰退してるんやってようやく分かってきて、もうなんか改革するエネルギーないでしょ。だって今こう例えば見ても新しいもん作り出すエネルギーってこう日本に感じます。いろんな人見ててどこにもないじゃん、こういうなんか。だって変えようっていう雰囲気がこう世論にないじゃないですか。何もエネルギーもどこも出てこないじゃん。バブルのはじけた頃はなんだかんだ言って民主党ができるぐらいまでは誰か批判して、あいつが悪いこいつが悪いって言いながらも、なんかいや変えんとこれどうしようもないでってエネルギーがあっちゃこっちゃにネガティブなものも含めて出てたけど、今の日本ってもう変えようとかなんとかしようっていうエネルギーがどこからも出てへんわけで、そうするともうええんちゃうっていう雰囲気に僕はなるような気がしますけどだからこそこう改革っていうならないじゃん。改革が分かんないもん。どこをどう改革していいのか。だって一応なんていうの、構造改革やって、供給側っていうか企業側も改革やった。でそれから社会保障もいろんなこともやって全部手打った。それでもあかんねんもん。それでもあかんくて新しいものが出てこなくて、なんやかんやとアメリカは IT 産業とか出てきたし、中国も IT 産業出てきてるし、新しいものが出てきてるけど、相変わらず日本って半導体とかまあ言ってて、既存の製造業のこと言ってて、新しいもの作り出そうとかその全然聞かないじゃないですか。だって世界に通用する新しい企業全然出てこなくって、相変わらずトヨタ頼みやから、こう見てるとなんとなくやっぱみんなが一生懸命になってこうバーンって頑張ろうよというよりは、もう働き方改革もそうですけど、やっぱりゆっくり行こうっていうふうになって、それはそれでいいと思うんですよ。ゆっくり行こうっていうふうになってて、もう豊かにもなったし、まあ、これでいいんじゃないのっていう雰囲気が全般的にはあって、それはそれで悪くはないんだけども、そういう雰囲気ってやっぱりだから政党を変えて思い切って何かやろうよっていう雰囲気はならなくて、まあ、自民党悪いけどまあいろいろ、まあ、人のことを言うことを聞いてくれるし、少々腐敗があるとしてもそんな大きな腐敗でもないし、昔に比べたら3億円も4億円も懐に入れてるわけでもないし、まあ可愛いもんじゃないですか、500万って言ったら。だって大谷の1000億と比べてくださいよ。こんなせこい話ないよ。なんか悲しくなってくるよ。逆になんか政治家って500万とかみたいな、逆には悲しいような話やから、国民ってこうそういうとこも分かってるから、やっぱりなんか最後、まあ、自民党でええんちゃうって、僕はこれぐらいやったら落ち着くと思いますけど。じゃあ、このままでいいんですか。このままでええわけがない。このままでええわけはなくて、ただどこの政党もなんか処方箋がないんやと思うんですよ。処方箋があれば、でその処方箋をめぐる争いもないわけでしょ。どこをどうやったら日本がもう一回再浮上するか、例えばアベノミクス一つについても議論ないわけじゃないですか。今回だってこれ円安になってるけど、円安なぜここまで極端な円安になったかというと、いろんな意味、いろんな要因もあるかもしれませんよ。でも明らかに金融政策が金利を上げるっていう選択しかないから、これだけ国債が1000兆円もあってね、累積してて、国債上げた金利上げた瞬間国債の利率もバンと跳ねるわけだから、金融政策のもう幅がないわけですよ。余裕が全く切れる余裕が。普通は金利って上げたり下げたりするもんでしょ。その金利を上げたり下げたりすることができないぐらいアベノミクスの深みにはまり込んでるわけですよ。ただこれを変えて、じゃあ金利上げてでも例えば新しい産業を作るために何かやろうやとか、そんな軸誰が出すかって言ったら誰が出すわけでもないでしょ。やっぱ金利上げたら倒産する企業いっぱい出てくるし、住宅ローン持ってる人もいっぱい出てくるし、片一方では金利上げてゾンビ企業潰したらええやんけって言うけど、それほんまに政策に掲げる人います？政党支持する人います？日本人全体でも。だそういう競争環境とか、あるいはまあそれ含めて政策自体も幅が何ていうのかな、どこの政党も同じような感じになってて、思い切ったことって誰も言わないでしょ、どこの政党も。かつては90年代はまだ、民主党にしても、それからまあ小泉内閣にしても思い切ったことを言ったわけですよ。思い切ったことを言うから右と左がはっきりするんだけども、どこの政党も思い切ったこと言わないわけでしょ。維新にしてもどこにしても結構右か左かも分かんないもんだって保守とか言うけど、安保政策がせいぜい区切りになるぐらいであって、経済政策はもう右か左か分かんないから、僕らにも。だって教育無償化って言ったらもう左も左ですよ。だから僕も半分維新とか正しいと思うし、分かんないんで、みんなも右か左か。それぐらい軸がない以上は改革なんか出てくるわけがないじゃん。だって改革ってやっぱ軸を中心に反対もあるから改革なわけであって、だから思い切ったっていうわけであって、反対意見が出るような政策がどこの政党からも出てこないってことは、改革熱はもうないんでしょう。改革っていうんやったらやっぱり、いやこれも 10% の人はむちゃくちゃ反省してると。でもしかしたらむちゃくちゃ傷つく人がいるかもしれんけど、下手こいたら日本をひっくり返すようなすごい起爆剤の政策やっていうことを誰も言わないんだよ。金利一つ取っても言わないわけでしょ。結局も今回もだから円安でもまあいいやっていうのは、金融の金利上げた瞬間住宅ローン抱えてる人、それからお金運転資金抱えてる人、みんな飛ぶわけですよ。でもそれをあえて、例えば運転資金持ってても利率上げてね、飛んだとしてもその金利ぐらい返せるぐらいその利益の上がる事業やれよっていうようなことを誰が言うわけでもないわけでしょ。やっぱりそういうこと誰も言えなくなってるわけで、そうするとやっぱ軸がないから、軸がない以上はなかなか改革はなんか出てこないんで、改革なき日本みたいになってるような気はしますけど、今の日本は。もうちょっとのまこれが続くだろう。ちょっとどころが相当続くんちゃいますか。それこそだってドイツに抜かれても別に何とも思ってないのよ。インドに抜かれても多分何とも思わないでしょ。で1人当たり GDP がどうのというのは何とも思わないし、基本的にはやっぱ豊かになってて、やっぱりね、蓄積した富はでかいんですよ。なんだかんだ言いながらやっぱ戦後この数十年かけて、だって1945年から今までやったらもう70年でしょ。70年かけてやっぱ蓄積したインフラとか富とかやっぱ大きくて、やっぱこれだけ豊かになってるんで、少々痛みがあったとしても何も苦労はしないですよ、みんな。結構だってどこ行ってもビルはちゃんとあるし、鉄道もあるし、どこ行ってもその道はちゃんと通ってるし、水道もあるし、老朽インフラの整備はいるにしても、やっぱりヨーロッパと同じでやっぱ豊かさはやっぱ蓄積されてるから、豊かさが蓄積された国ってやっぱね、これが衰退やと思うんですよ、一言で言うと。アメリカは多分唯一例外で、アメリカはやっぱあんだけ豊かになっても移民を受け入れて、だから受け入れるからやっぱ新しいものがやっぱり出てくる。でその分やっぱ矛盾も大きいんですよ。日本は、まあ、給料安いとかいろいろ言うけど、みんなやっぱりクビにならないし、雇用はあるし、そこそこ生活もしていけるし、海外旅行行けなくなったぐらいで、じゃあみんなこう今困ってるか言うたら、失業率って今すごい低いでしょ。人手不足やから学生なんかでもどこでも働くとこあるし、みんなそんな困ってないんですよ、実際には。実際にはこうほんまに生活がしんどいとかね、そんな本当に暴動が起きるとか、暴動も起きないしデモも起きないでしょ。日本だけですよ、こんなデモが起きない国っていうのは。それは政治性もあるかもしれんけど、やっぱりわりかしこう物静かにやっていけるというか、まあ昔に比べたら、例えば人手不足にしてもみんな大騒ぎするけど、人手不足やからこそ働く場所いっぱいあるから、働く場所あるってでかいですよ。やっぱり社会が安定する上においては、みんなどっか働く場所があって、何らかの形で賃金得られるのであれば不満はどこにもないから、その意味では人手不足とも相まって結構安定してる状態なんで、当分そんなね大騒ぎしてなんか政権変えろっていう声は僕は外れたらごめんね、外れたらこれは懺悔するしかないけど、本当次俺の選挙特番懺悔やなこれ、3テレビ出たらごめんね言わなあかんけど、俺は当分なんかないんちゃうかと思うんですけど、せることはあってもね、せることはあってもなんか自民党政権が陥落とか考えにくいな気がしますけどね。ちなみに中野先生と次選挙あったらコメンテーターから言われへんやん、そんなん言うたら俺も職なくなるやん、言えるわけないやん、そんなもん言えるわけないやなここカットやってんなんかありがとうございます。なんちゅうこと言われんねん